너는밝고따뜻하고착하고다정한사람이야봄날의햇살최수연이야連日自己最高視聴率を更新し大きな関心を集めているウーヨンウ弁護士は天才肌で主人公のロースクールの同期で弁護士事務所の同僚として出演しているハーユンギョン飛び抜けた演技力を披露する主人公パクウンビンだけに限らず主人公を取り巻く個性的なキャラクターたちにも注目が集まっていますがハーユンギョンもその一人です。1992年10月20日、京畿道群浦市生まれのハーユンギョンは、韓国芸術総合学校演劇院演技科出身、2015年演劇ロクサーヌのためのバラードでデビューしました。主演女演を行き来しながら多様なキャラクターを演じ、着実にフィルモグラフィーを積み重ねている次世代の演技派俳優です。映画界の有望株として注目されているハーユンギョンですが、芸能の世界に進むことをご両親は大反対したと言います。元はスポーツや美術に興味があったというハーユンギョン。高校2年生の時に進路を考えるにあたって本当にやりたいことが何か悩んで様々なことに挑戦する過程で演技に関心を持つようになったそうです。様々な映画や舞台を見て回りながらストーリーよりは演じている人々を観察し分析している自身に気づいてからは演劇俳優を夢見るようになりますがご両親は大反対。一度だけ信じてやらせてほしいと嘆願する娘の意志がどれほどのものかと試す意味も含め当時住んでいた自宅からはほど遠いソウルの演技学院に通わせたそうです。いずれ金をあげるだろうとする両親の予想とは違い真面目に通い続け学院で1位という優秀な成績を収めるハーユンギョンを見て自然とご両親も応援してくれるようになったそうです。その後は韓国芸術総合学校演技科に入学しながら俳優の道を歩み始めます。余談になりますが伝説のハイエージョン十学番と言われるキム・ゴウン、イー・サイン、キム・ソン・チョル、パク・ソダム、そして賢い医師生活で病院の同僚として出演したアン・ウンジェンの1年後輩だというハー・ユンギョン。大学卒業後は映画ソーシャルフォビアをはじめ独立映画や短編映画を通して演技キャリアを積み上げ推理の女王や最高の離婚などのドラマに出演するも比重の大きな役ではなかったためか、注目されることはありませんでした。そんなハーユンギョンに、ついに転機が訪れます。2020年に TVN を通じて放送されたドラマ、賢い医師生活への出演でした。シーズン2まで制作された賢い医師生活で、ハーユンギョンが引き受けたのは、同僚や先輩、後輩を気遣う、たくましくて頼もしい、神経外科のレジデント、ホーソンビンという、正直で明るいキャラクター。キャスティング当時、所属事務所もなかったハーユンギョンを抜擢したシン・ウォンホ PD は、小さな役だったが、私たちの欲でユンギョンさんを選んだ。初めて見た印象が、病院に勤めている人のようだったと明かしています。誰も見つけることができなかった、ハーユンギョンの潜在力を引き出した賢い医師生活の制作陣により、ハーユンギョンは一躍注目される存在に。賢い医師生活は、自身が俳優としてどうするべきか悩んでいる時に出会った恵みの雨のような作品だったとし俳優人生においてターニングポイントとなった作品だと明らかにしています。またこのドラマで共演し尊敬する俳優として名前を挙げているチョン・ミドについて所属事務所もなく一人で撮影現場を行き来する私をいつも気にかけてくださった車にも乗せてくれて食事もご馳走してくださった本当に感謝している後輩ができた時は、私もそのようにしてあげたいと述べています。続けて2021年、先輩、その口紅塗らないででは、ロウに扮したヒョンスンの2番目の姉、ジェイ・ヨンスン役に扮し、賢い医師生活のホーソンビンとは違った新たな魅力を披露。かねてよりネットで似ていると話題だった、子役俳優ソイとは親子役で共演しています。そして現在、爆発的な関心が寄せられている。ネットフリックスで配信中のウーヨンウ弁護士は天才肌でウーヨンウのロースクールの同期で弁護士事務所ハンパダの新人弁護士ジェイ・スヨン役で出演中のハーユンギョン果てしない競争と評価の中で優れた実力を持った同性1位のヨンウに劣等感を感じることもあるがヨンウが困難に直面するたびに助けてあげる春の日差しジェイ・スヨンを好演し高評価を得ています。特にヨンウが回転ドアから抜け出せない時
ペットボトルの蓋を開けられないとき、ニヌがヨウウに事件の共有をしないときに、そっと助け舟を出す。スヨンにとってヨウウはライバルでなく、友人であり、同僚だったのと同じく。ヨウウもまた、自閉症という一人だけの世界に閉じ込められている自分に、いつも温かい手を差し伸べてくれるスヨンを、春の日差しと表現したこのシーンは、放送直後大変な話題に。スヨン演じるハーユンギョンへの注目度も急上昇し、各種コミュニティでは、ハーユンギョンがドラマの中で着用したファッション、ライフスタイル、以前の出演作に対する関心が絶えず注がれ、インスタグラムのフォロワー数も毎日更新されるなど、ハーユンギョンに対する関心の高さを実感させています。最後に、ハーユンギョンは過去あるインタビューで、自身のローモデルに、俳優ナームニを挙げています。ナームニの繊細な観察力、真実味のある演技、そして着実で息の長い演技人生を見習いたいと明かしていました。